はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのアオスロコントロールを紹介したいと思います。現在トップメタとなっているアオスロコンですが、こちらはアメリカの140人規模の賞金制大会において9勝0敗で見事優勝を果たしたリストですね。この規模の大会ではリバウンドスタンダードに続いての優勝となり、アオスロコンの存在感がますます強くなっています。アオスロコンとしてはやはりカッパの登場が強く、序盤から安定して3マナ要求をすることができるので、今の環境ではかなり強いカウンターとなっていますね。また推理の登場も大きく、カウンターや除去を構えながら2マナでドロー、さらに調査で出たトークンを使って、プロトコルで2マナ確定カウンターもできるということで、より多彩な動きができるようになりました。ボロス消臭が多い環境ということで、一時的封鎖のメイン投入が肯定されていて、一旦全体除去をしてしまえばアグロにもしっかりと対応できるので、隙が少ないのが今のアオスロコンの強さの理由ですね。またミラーマッチが多いということで、記憶の反乱をメインに4枚採用するのが定番となっていて、メタの移り変わりを体感することができますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。さすがに土地6はマリガンですね。うん。マカッパが1枚やって、全体除去もあるということで、キープしていきましょう。さあお互いに、マリガンをしている状況。相手は赤マナから、沈んだ城塞ですね。これ入ってるということは、いや、どうなんだろう。さあ、ここ、すぐに土地を破壊していく。まあ、ただ土地破壊は基本的に、まあ、アオスロコンには効かないので、さあ、相手これで、まあ、何持ってくるか、沼。洞窟コントロールかと思いましたが、これはラクドスですかね。うん。ラクドスっぽい。これはカウンターしていきましょう。ラクドスミッドに、この沈んだ城塞を入れてるのはかなり珍しいですね。初めて見た気がする。さあ、相手しっかりとマナは伸びて、まあ何も展開をしてこないので、推理をしていきましょう。さて、まあ今のこの青白コンって、まあ、いろんな、動きができるのが、やはり強いですね。さあ、ここは、こちらは放浪と、記憶の反乱を構えている状況。さあ、相手、まあ、城塞が入ってる以外はもう普通の、ラクドス、ミッドっぽいですね。さあ、墓地の侵入者。ここは一旦放浪から行きますか。まあ、集団失踪、別に、打ってもいいですが、ただちょっと弱めですね、これは。さて、プロトコルも引いていく。まあ、できればその、記憶の反乱を墓地に残したいということで、一旦集団失踪を打っていきましょう。まあ、全然その、除去にはね、余裕があるので、まあ、贅沢な使い方をしていっても、全然 OK かなと。さあ、さらに説教者を出してくる。うん。さて、6マナ目。まあ、プロトコルと、フォローを構えていく形で OK かなと。まあ、相手のその展開の仕方によっては、全然展開させて、太陽効果を打っていくという形でも OK ですね。さあ、説教者。まあ、これは殴らせますね。ワンドロー自体は発生するんですが、まあ、一旦フォローを、使っていきましょう。さらにこのプロトコルが、まあ、確定で打てるっていうのがやはり強いですね。さあ、まあ何が来ても大体大丈夫そうな、盤面ではありますが、さあここはさらに城塞。うん、まあ、これは土地破壊用に入れてる感じですかね。ただ、フォローはプラスで、またここは、そのまま構えていきましょう。まあ、特にこちらから動く必要はないですね。さあ。まあ、ここは、土地破壊は起動せず。まあ、基本的には、ミシュラランドとか、まあ、あとは諜報ランドでトップに置いたときに、使ってくる感じですね。さあ、1点は通して、まあ、展開させてから太陽効果を打っていきたい、感じではありますが、
まあ、このターンは一旦、記憶の反乱を打っていく形になりますね。さあ、ドレッド。まあ、これ通して OK でしょう。ということで、記憶の反乱を打っていく。まあ、ドローではないので、ダメージは受けないですね。さて、ということで、まあ、一旦太陽効果を打っていきましょう。さあ、ドレッドとトークンで、X2 で培養されていく。まあ、さらにプロトコルも、構えている状況ですね。確定カウンター、もう3枚耐性なので、まあ何が来ても、基本的には大丈夫な状況。ギックスは通して OK ですね。さあ、ここはギックスだけ。うん。まあそろそろ、殴っていきますか。さあ、トークンを3-3まで。切り崩すかな？うん。まあ、これは通して OK ですね。さあ、相手残りもハンドが1枚だけということで。まあ、このハンド差をね、さすがにひっくり返すのは難しいのではないかなと。まあ、仮にその、カルノサウルス3連続で引かれたとしても、全部カウンターできますからね。さあ、ギックス、プレイヤーに、殴ってくる。まあ、これは、普通に除去っていきましょう。うん。さあ、まあ、あとはゆっくりと、フォローで、相手を倒していくだけですね。さあ、これは、カウンターしていきましょう。さあ、これは確定カウンターのため、まあ、抜けることはできないと。さあ、相手結構止まってきてるんですが、これは、ああ、なるほど。カロノサウルスで、まあ、フォローを除去っていく。ただ、これで相手手札は0枚。うん。ドレッド、まあ、別に通してもいいんですけど、カウンターしていきますか。まあ、このターン、フォローを、出して、もうどんどんね、攻めていきたいので、まあ、さすがに投了ですね。じじ。さあ、相手発見ラクドスということで、まあ、ティシャーナは、入れていきましょう。まあ、あとはストロークぐらいですかね。で、あとは何を抜いていくかなんですが、まあ、ラクドスに対しては、一時的封鎖は別にいらないかなと。まあ、効くっちゃ効くんですけど、まあ、なんていうか、劇的に刺さるわけでもなく、まあ、封鎖入れるぐらいなら、他のカードの方がいいっていう感じですね。これで、いきますか。さあ、一歩目勝手に試合目。これは即マリガンですね。ほほ。いやー、これはどうかな。まあ、ダブマリするよりは、キープしていきますか。まあ、一応太陽効果あって、で、基本的にその、コントロールは土地が伸びないと話にならないので、まあ、スペルだらけ、かつ、土地にとかよりはこっちの方がまだ、キープはできますね。島の方がいいかな。島をボトムに送りますか。さあ、一ターン目。これ脅迫か。はい。まあまあまあ。さあ、これで、ハンドは、土地だけど。まあ、すでにトップできたのは、まあ、悪くはないですね。さあ、相手も別に、展開はしていないので、ゆっくりとやっていきましょう。まあ、どこかしらで、全体除去は引いていきたいですが、最低侵入者。結構侵入者が入ってるリストも珍しいですね。記憶の反乱。うん。まあ、一旦、ウセロを打っておきますか。で、まあ、記憶の反乱によって、全体除去を探していきたいかなと。ここでコウモリとか来たらさすがにきついですね。さあ、収穫者。うん。さてさて。うん。まあ、地図トークンは使っていくと。トップは竹沼。さあ、まあ、しばらくは殴られそうな。うん、さらに土地。ちょっとさすがに、土地しか引かん。まあ、この記憶の反乱次第な感じではありますね。さあ、ここを3-2で殴ってくる。
まあ地図トークンを使っていないので、まあ展開をしてくるでしょう。はい。さあ鑑定士から、説教者が一番強いんですが、まあ説教者ですね。これがね、やっぱ発見ラクダスの強みですね。さあここで全体除去を引けるかどうか。引けないとさすがにちょっときつい。厳しいですね。記憶の反乱もう一回打つ余裕があるのかどうか。まあ一旦安定でいきますか。さあさらに土地、ドローは大体土地ですね。まあ廃墟の地置いておきますか。一応その相手が、ミスラランドを持っているので。さて全体除去がまあ1枚でも引けると全然まくっていけるんですが、いやどうかな。記憶の反乱もらっておくべきでしたかね、さすがに。さあただここは殴られていきましょう。まあカルノサウルス出てきたらもう GG なんで。さあまあただこうやってね構えてる青白コン相手にはまあ展開しない方が絶対強いんで、まあ展開しないですよね。まあ一旦とりあえず、相手のミスラランドを割っておきましょう。まああとはトップ全体除去を祈りですね。全体除去引けなかったらさすがに GG かなと。さあここで黒マナを出していく。これはこっちの土地も割りたいっていう感じですかね。さて、さあまあミスラランドを割ってくるかどうか。ルーティング、さあ城塞を捨ててワンドローしていく。さあこのトップ2ドローが全てですね。さらに土地、さあトップ何が引けるか。さらに土地まあさすがに土地しか引かないため無理ですね。678点なんで、まあ次のアタックまではまだ耐えれるんで、まああとは大田原、まあ一旦メイドばかりの更新は打っていきそうですね。まあ説教さんに打っていきますか。さあ X3 で説教者は除去っていく。まあ相手もねこっちの動き的にその全体除去がないのは完全に分かってるんで。さてというかねもう除去もないので単純に何も展開されなくてもきついですね。さあ6点通って残り3点まで。せめて何かしらのスペルが引けるといいんですが、残り3はかなり厳しいですね。さあはい、まあこれはカウンターするんですが、さあ除去を引けるか記憶の反乱打って使えるのが3マナ、無理ですね。まあ基本的にラクドス相手はあのアオスロコン側がかなり有利なんですけど、まあ今みたいに何も引かないと普通に負けますね。さあ1勝1敗で3試合目、これはまあ普通にキープできるハンドですね。しっかりと2マナ除去が2つあって、カウンタードローソースもあると、まあ割と理想的なハンドかなと。さあ相手はコウモリから、推理は打っておきたいですね。まあ何を抜かれても大丈夫そうかなと。まあ全をカウンターを抜いていく。なるほど、カウンター抜かれて、まあただプレンズウォーカーとか出てきてもウセロで、落とせるのでどうでしょうね。さあコウモリ殴ってくる。さてまあ何が来ても基本的には大丈夫そうですが、さあここ相手構えてくる。まあ展開がないのであれば全然ありがたいですね。さあタップインを処理して除去を構えていくと。
さあここは解体爆破場を使ってくる。うん、まあ特にうすらとかは、使う必要はないですね。さてまあ青城側からすると基本的にはラクダスにはまあどんどんと展開される方がきついですね。まああとは、はい、リリアナとかがきついんですが、この状況だと太陽効果がぶっ刺さるので、これ出してくるんかな？出してくる。うん。まあ一旦これは太陽効果で、リセットしていきましょう。さあ、ということで、全除去をしながら、トークンが残っていくと。このカードだけはね、ほんと、ミッドレンジキラーですよね。さあ、ここ相手ギックスの残虐とかも打っていくことはできるんですが、ただここは地質鑑定士。うん。まあ強い動きではありますね。まあ鑑定士は放置してても OK なんで、ギックスだけ除去っていきますか。ギックスを除去りながら、まあカウンターも構えていく形ですね。さあ、X3 でギックスを除去っていく。まあ、もしくは A ガンズを使ってもよかったかもですね。さあ、3点は通していきましょう。まだ5点しか削られてないですからね。まあ、自分もね、その、発見ラクダスの環境でずーっと使っていたからわかるんですけど、青白コン、まあ、今のその、青白コンだらけの環境っていうのは、ラクドスね、かなり厳しいですね。さあ、説教者は除去っていく。はい、ショーホランド。廃墟の地はもういらないかな。まあ、ラクドス側がその、青白コンに勝つには、まあ、魂の洞窟でカウンターをされないのがマストで、その状況で勝つ、ハンデス、あとはベールのリリアナとかでハンド攻めをしていけば、まあ、勝てることもあるっていう感じですね。発見ラクドスは多分、自分一番回してたデッキなんですけど、まあ、今のこの環境だとなかなかね、難しい感じはしますよね。競技だとね、発見ラクドスめちゃくちゃ減ってるんですよね。さあ、収穫者を取っていく。まあ、あとはなんか1枚、ドロー系のスペルを引いていきたい感じではありますが、さあ、どんどんと並んでいるので、まあ、全体除去とか引いていきたい感じはありますが、まあ、ただ全然、なくても耐えれる状況ではありますね。さあ、まずは、フルパンしてくる。まあ、相打ちと、A 頑丈で、OK ですね。からのカウンターを構えながら、水位も、構えていくと。さあ、残り9点。説教者は出されて OK。まあ、ウセロを使っていきたいですね。プロトコルはどっちかというと、カルノサウルスとか、あとはギックスの残虐とか、そっち系に取っておきたいですね。で、相手からすると、まあ、このプロトコルを使わせたいっていう感じですよね。記憶の範囲ですね。さあ、これで、まあ、手札は十分に補充することができると。うん。まあ、フィニッシュ手段がね、その、放浪かミシェラランドになるんで、ちょっとね、ここから時間はかかるとは思うんですが、まあ、多分ここからまくられることはなかなかないかなと。さあ、相手は、ストークンでどんどんとルーティングをしていく。まあ、ドローが全部土地とか、記憶の氾濫も全部土地とか、そんなんだったらさすがに、まあ負けることもありますが。さあ、説教者を除去っていく。まあ3点は通していいでしょう。まあ相手その、侵入者が入ってたんで、侵入者のことを考えると、まあ残り2点までは全然受けていいですね。まあドレッドとかも普通に、カウンターなり除去なりできるので、さあ、鑑定士。これはカウンター使っていいですね。
さあプロトコルでカウンターをしながら、さらに記憶の反乱も打てる状況で、相手からするとこのカウンターがもうなくなったように見えるんですけど、まあ実際はストロークが手札にあるということで、残虐はトップに置いてきそうですね。うん、墓地をチェックしてますね。はい、トップに置いてくる。まあカウンター持ってないでしょというトップですね。さあただどんどんとカウンターを追加されていく。うん、まあ放浪が引けるとだいぶ早いんですが、なかなか放浪まではたどり着かず。さあまあこのライフだと、残り2点になるので、むしろを使っていきましょう。ギックスの残虐はカウンターですね。まあ多分相手、これは落として OK。重たいスペルがね、手札に結構溜まってると思うんですが。はい、侵入者。まあ集団失踪を打っていく形で OK ですね。まあ記憶の反乱は手札にもあるということで、はい。まあ一旦追放されていきましょう。うん。放浪になかなかたどり着かない。まあ一応ミシュランドはあるんですが、ここもカウンター構えですね。さて。うん。まあギックスはカウンターしていくと。さてさて。まあ地図トークンは大量にあるんですが、まあトークンだけでは何もできないと。さあそしてようやくフォローを引いてくる。まあさすがに対象手段がないのであれば、もう投了はしていきそうですね。さあカロノサウルスはしっかりとカウンターしていく。うん、これで相手の、手札はゼロと。まあただ記憶の反乱からですね。はい、カウンター1枚ともう1枚反乱もらっていきましょう。お、いいですね。さあフィニッシャーをね、ようやく引くことができたので、まあおそらくここからまくられることはないのじゃないかなと。うん、まあホローとクジラ出しておきますか。相手その地図トークンが大量になるんですけど、5-5 までしかでかくならなくて、で確定カウンターもある状況なので、まああとはミシュラランドもありますしね。カロノサウルストップに置いてくる。なるほど。うん、まあこれはもうどんどん攻めていきましょう。ミシュラランドまで行きますかね。90、11、12点。うん、ミシュラランドも行きましょう。相手カルノサウルスをそのトップに置いてるんで、多分これ受けたら負け格になるんじゃないかなと。お、スルーする。さあ残り5点まで。でカルノサウルスはカウンターしていくんで、5点、まあ一応コウモリをチャンプブロッカーとして残してたらギリギリ耐えることはできるか。さあコウモリで隠していく。コウモリ殴ったら、こっちの勝ち確ですね。さあデッキトップは収穫者、トップに置く。なるほど。5点、殴るとこちらの勝ち確ですね。まあ一応反乱打っておきますか。うん、まあ除去なくても全然 OK ですが、ティシャーナもらっておきましょう。さあ5点は受けていく。でカルノサウルスあるんですけど、はい、まあホローが落ちるだけということで、ここで投了と。ジージー。さあこちら先手。うん、まあこれキープしていきましょう。いやーこれはライブラリーアウト負けですね。お互いにライブラリーあと1枚なんですけど、うん、これ6点削れないんで、
で、先にこっちがドローなので、まあ、計画ですね。青スロコンミラーのメインボードはね、マジで地獄ですね。お互いにそのミスラランド全部割って、で、ホーローは、相手のは全部倒した状況なんですけど、ライブラリアウト負けと。さあ、サイドボーディング。まあ、カウンターとサメとティッシャーナを、まあ、全部入れていく形ですね。デニックは、まあ、入れるスペースがあるなら、入れていく形になりますが、まあ、一時的封鎖全部抜いて、で、メイド明かりも全部いらない。あと、集団失踪もいらないですね。あと、太陽効果抜きますか。これで行きましょう。さあ、一歩目負けて、2試合目。はい、キープしていきましょう。正直ね、相手かなり時間使ってるんで、2本目勝ったら相手タイムアウト負けもありますね。さあ、2試合目始まった時点で、相手は残り、13分の状況。さて、まあ、土地が多めではありますが、まあ、コントロールミラーは、全然こういう展開で OK ですね。さあ、カッパをしっかりと2枚、引いてきて。というか、ミスラランドは別に、先に置かなくてよかったですね。これもう普通に割られるだけなんで。まあ、一応マナは出しておきましょう。2マナドローを引いたら、そのまま打てるということで。さて、まあ、平地を持ってきて、手がかりトークンのドローが発生。ストローク。うん。さあ、カウンター4枚ハンド。まあ、青白コンミラーだと、こういうハンドが強いですね。さあ、相手は、まあ、青は、出ない状況。まあ、カウンターは打てて1回と。お、そして、ホーローも引いてくる。これはね、結構2試合目は割と早く終わりそうですね。はい。さあ、フォローはしっかりとカウンターしていく。まずこれで1枚目。まあ、枚数数えておくのも大事ですね、ミラーは。1試合目はね、もうお互いにフォローを全部出して、あとミシュラランドも全部出したっていう、えぐい試合でしたね。多分カットするかな。まあ、30分ぐらいあったんで。さあ、サメ。これはカウンターしていきましょう。で、このターンホーローを出したいんで、まあ、カッパの方を使って、で、ホーローをキャストと。さあ、ミラーはね、先にホーローを出た方が、かなり有利なんですよね。さあ、3点をまずは入れていく。で、推理を、キャストしておくことによって、プロトコルも確定でね、打てるようにすると。さあ、そして相手残り12分。ウセロは、まあ一応カウンターしていきましょう。ホローがね、残ったら勝つんで。さあ、まあカウンターはありそうな状況。ストロークだと、はい、これはカウンターできないので、まあ、仕方ないですね。さて、まあ、手がかりトークンは、ドローに変えていくと。うん。ただ、これもミシュラランド殴るか。一応ストロークだけ構えて、ミシュラランドを殴っていきましょう。はい、この地もいいですね。プロトコルも、トップに置いていく。さあ、6点パンチ。残り11点まで。1戦目とは打って変わって、2試合目は、もうガンガンと攻めていく形ですね。さて、まあここもミシュラランド使っていきますか。ホーローはまあ普通にカウンターできるんで。おー、ここにティシャーナ。カウンターしてもいいですけどね。普通にもう、殴って、勝っていきたいんで、うん。まあ、カウンターしますか。まあ、ここは別にカウンターする、必要もないんですけど、カウンターしておくと、相手のブロッカーもいなくなるんで、お、カウンター使ってくるか。
否認切ってくる。なるほど。ただその、まあ一回これは消されるんですけど、普通にねもう一回起動することできるんで、さあ殴っていきましょう。さあ飛行3点アタック、残り8点まで。ディシャーナの能力を確認してますね相手。さてここはメインで、記憶の反乱を打っていく。うん、まあ基本的にこっちがまあかなり有利な状況ですね。さあさらに2マナを構えて、うん、まあここ、相手除去を持ってる可能性もあるんですが、トークンの方を44にできると、はい、これまあいらないか。さあこれで殴っていきましょう。さあ7点アタック、殴らせてから失せろ、これはありがたいですね。さあ地図トークンがどんどんと出ていく。うん、まあそのまま1個だけ使いますか。推理は、トップでいいですね。で一応記憶の反乱 と、ストロークを構えていく形ですね。さて残り8点の状況、まあ8点パンチでワンパンですし、まあパワー8にならなくても5点2回殴って終わりの状況ですね。まあ、さらにクジラも構えていると。さてさて。まあ、反乱打っていきますか。ここで、フォローとか出されても大丈夫なので、記憶の反乱を使ってくる。なるほど。これはウセロを引かれなかったら、次のターン勝ちの可能性ありますね。地図トークンでパワーが8になる可能性もあるんで。さて、まあカウンターと推理をもらっていきましょう。さあパワー8チャレンジ、相手スタックで止まってこないんで、除去はないんですが、土地引いちゃったんで、まあここはそのまま殴っていきましょう。さあ残り3点、まあ構えてれば勝てるかなと。一応トップで除去を引かれた時用にデニックも出しておきましょう。さあ残り3点、相手はもうどちらとも除去らないといけない状況で、さっきの動き的にウセロは手札になかったんで、まあドロースペルからウセロ2枚引きとかしないとかなり厳しい状況ですね。お、国別入れてる。国別、まあミラーだと基本的には抜いていきそうな感じではありますが、さあここで投了と。ジジ。さて、まあ基本的にはもう何も変える必要はないですね。このままいきましょう。太陽効果、うん、まあここも本当は抜きたいですけど、まあ入れるものがないということで。さあ1勝1敗で3試合目。うん、まあキープしてもいい、ハンドではあるかなと。まあ序盤こそ動けないですけど、まあ4ターン目あたりからはまあなかなかいい感じのハンドかなと。記憶の反乱はトップに置いておきましょう。まあミラーは基本的にそのいい感じのハンドをいかに整えていくかっていう形ですね。さて太陽効果引いちゃう。うん、まあ1枚ぐらいであれば役に立つ場面もねあるかもしれませんが、最低残り9分、まあ今までのペースだと時間切れ負けがありえますね。さあ4マナ構えていく、相手フォローはない、白白が出ない状況。さあこれで白のダブシンはありますが、ここにカウンター使ってくるか。うん、まあ、カッパーはその追放できるのが偉いですよね。さあ相手止まってきてるんで、おそらくまあドロースペルとかはありそうな感じですが、まあおそらくホーローとかを嫌って、打ってこなかった感じですね。
さあ、ここもカッパ。うん。デニック。まあ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 。何もないよりは出してた方がいいクリーチャーですね。まあなんか競技とかだと、ミラーがね、かなり増えるのであれば、まあゼースとかサイドにとってもいいかもしれないですね。さあ、ここ割ってくる。まあティシャーナでこれをね、カウンターすることもできるんですけど、まあここはそのままでいいかなと。特に今ティシャーナが、役に立つ場面でもないんで。さて、こちらはクリーチャーがいる状況からのカウンターも、2枚構えと。まあデニックが、走り切る可能性も全然ありますね。さあ、2点アタック。フォローはカウンターしていきましょう。これはストロークからですね。まあカッパは効かず。はい。さあ、フォローはしっかりと、そしていく。いや、デニック、感想ありますね、これ。さあ、そして相手は残り時間が8分を切っていく。結構ね、まあ1戦目ね、だいぶ、ゆっくり、プレイされてたんで、だんだんとね、焦りが出てきますよね。ここまで時間がなくなると。さて、さらにデニックで殴っていきましょう。もう一回フォロー。否認がないと、はい、対処できないですね。さあ、しっかりとフォロー、2枚、没に落としていくと。ただ、ここからは割と、うん、太陽効果はしょうがないですね。ここにウセラはさすがに使わない、かなと。さてさて。あとはまた、クロックを出していく必要がありますが、推理はもう打っておきましょう。うん。情報ランドは、まあ出しますかね。まあ相手その、爆破場あるんですけど、まあ、基本的にはミセラランド用に取っておかないといけないカードということで。さあ、そのままターンを渡していきましょう。トークンはそのまま、なるほど。まあ、カウンターを構えておきたいっていう動きですね、これは。さて。まあ、相手が動いてくるまで待っておきましょう。さあ、そして相手は、残り7分を切っていく。これはドローですね。ティシャーナあるんかな？悩んでますね。まあ、ティシャーナ持ってそう。うん。さあ、これで、ドローをかけされて、サンニーが、ウンバに残っていくと。さてさて。お、ドローいいですね。まあ、いい感じのとこで、太陽効果も使えそうなんで。まあ、暇なんで、これは打っておきますか。ティシャーナもね、なんか、そこまで、刺さるマッチアップではないんで。はい。さあ、ウセロで、ティシャーナは除去っていく。さあ、ただ、はい。カウンターが多分おそらくこれないので、まあ記憶の反乱打っていきましょう。フォロー2枚取りですね。さてさて。まあだいぶ有利じゃないかなと。さあ、まずは、太陽効果打ってみましょう。カウンターはないですが、さあ、否認かストロークあるのかどうか。否認、はい。まあ、否認を使ってきたので、まあ、フォローが通る可能性は、そこそこ、あるかなと。まずは一回打ってみる。お、出ますね。さあ、トークンを出して。失せろか。うん。クロックを残しておきたいんで、まあ、一応ブロックですね。お、さらに除去？はい。更新も入れてるんだ。なるほど。さあ、相手これで残りハンド1枚。
カッパはあんまりもう刺さらない状況ではありますが、まあ稀に記憶の氾濫とかに刺さることもありますね。さてもう一回ホロ行ってみましょう。カウンターはもうなさそうですね相手。さあホロからトークン出て11をブロックしていく。さあこうなるとフォローが残ったこちらがかなり有利になっていきますね。さあハンド残り1枚ヌセロ使っていきましょう。うん、さてさてこれはねだいぶ有利ですね。さあフォローマイナスから、殴っていきましょう。あ、トークン使ってよかったな。チェズトークンは、7マナ残しで使っていきたいんで、2回は使いますね。さあ、土地。まあ、ワンサイズぐらいはでかくしていきたいですが、カッパはいらないですね。さて。まあ、ティサーナも、記憶の氾濫もある状態ということで、これは使わせていきましょう。一時的封鎖。これも入れてるんだな。しかもトップに置いてくる？まあ一応トークンに刺さる状態ではあるんですけど、置いてくる。なるほど。まあトークンを除去っていきたいっていう感じですかね。そしてブロッカーとして、立たせていく。まあ廃墟の地で一応、まあシャッフルさせていきましょう。さあ相手残り4分。まあこちらまだ11分あるんで、だいぶね、余裕を持って考えることができますね。さあ相手あと1枚ですが、ちょっと悩んでるような状況。さあ4-4にして殴っていきましょう。うん。さあ、こっちもでかくしていく。じゃあ、ホランド。うん。さて。一応、8マナ残り。まあ、4-4だけ、とりあえず、アタックですね。まあ、手札放浪でも全然大丈夫な状況。さあ、残り10点まで。ここは重宝していきましょう。さあ、プロトコルはトップ。プロトコルシャッフルさせてこない。まあ、あくまでも、ミシュラランド用に取っておくという形ですね。まあ、一応、ティシャーナもありますが、さすがに、かなり有利な状況ですね。さあ、残り4分切っていく。太陽効果入れてるんだな。まあ、ストロークが、ここには刺さっていくと。残り10点なんで、まあ、ティサーナ出すのも全然ありですね。ウセロ。これ、カッパが刺さりますね。まあ、稀にある。カッパが試合終盤でも刺さる場面。さあ、これハンド0まで。6点クロック。で、ティサーナ出して9点。フォロープラスできれば10点なんですけど、なあ、ブロックしないとプラスできないため。ここは誘致を取っていきましょう。そして、まあ、ティサーナをもう普通に出していく形ですね。で、プロトコルが俺トップにあるんで、まあ、相手の、まあ、全体持続とかに対応することもできるということで。まあ、これは勝ち確ですね。さて。まあ、いい感じに、プレイすることができたのではないかなと。まあ、青白コンミラーはなんか、結構難しいですよね。まあ慣れてると、その、プレイヤーもね、早くできるんですが、ここで投了と。じじ。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。